はい、こんにちは、山亮と申します。さあ、今回はね、郵便ルール解説動画でやるのが本人限定受け取りということでですね、やっていこうと思っております。まあ、本人限定という郵便局のね、間では、局員の間では言われる商品でございます。これに関してはね、あまり、あ、これはでもね、届いたことがある方はいるかもしれません。で、まあまあね、言うて取り扱いある、そう、商品なんですよ、これに関しては。ですので、まあ、そういう具体的なね、話とかもしていこうと思いますけど、料金は105円です。意外と安いんですね。今思いませんでしたか？多分これね、ちなみに、まだ後々説明しますけど、特典とかいろいろあるんですけど、本人限定郵便基本的に105円でできるらしいんですよね。郵便局員の皆さん、思いませんか？あの手間、あれだけ手間かかるのに105円でできちゃうのって思いませんか？そういうふうに考えると、ある意味コスパがいいんじゃないかなと思うサービスではあるんですけど、これ郵便局員めちゃくちゃ大変なんですよ、この本人限定があると。本人限定とね、まあ、特装っていうのがあったりするんですけど、どっちが嫌かな、どっちが嫌ですか、これ分かるんじゃない？特装とね、本人限定受け取り、どっちが嫌かって分かれそうですけどね。まあ、私はね、本人限定、この本人限定の方が嫌でした。それぐらい本当に嫌でした。詳しくは下に書いてありますけどね。郵便物の受け取り人を宛名に、または差出人が指定した代人一人に限定するサービス。要は、家族の人も誰も絶対に受け取れないようにするっていうサービスなんですよ。今日ちょっとね、旦那まだ仕事から帰ってきてないんで、嫁さんに渡します。ダメです、もう絶対に旦那さんが帰ってくるまで一切渡せませんっていうね、いうサービスなんですよね。で、この、さ、本人限定は本人限定で、これをまた一般掛け取りの中の特殊取り扱いの一種類なんですけど、これ本人限定受け取りの中にさらに3種類がありますよと。基本型、特例型、特典型っていうのがあります。まあ、特典型っていうのは、特定事項伝達型のせっていうのが正式名称らしいんですけど、もう基本的に郵便局員は、本人限定って言われたら、特典特例ってね、いうふうに聞く。周波員は特にね、ものになります。なぜかというと、基本型っていうのはね、ちょっとちらっと書いてあるわかな、ここに、特例型は差出人に制限がありますよというのが書いてある。そっちが書いてあるな。あれ、一般的に差出が可能なのは基本型と特例型のみですよと、いう、ふうになっております。で、いうことなんで、私たちがふとね、本人限定ね、絶対この通りにしか受け取っても欲しくないって言ってね、出す場合には基本型か特例型かになります。で、配達前に、で、特例型っていうのは非常に特殊なんですけど、ただこれは非常に差し出しが多いんです。まあ、後で説明しますし、まあ、届いたことからある方もいるんじゃないですかね。これに関してはよく見かけるものですからね。で、配達前に配達局から受け取り人に通知書が送付され、窓口受け取りまたは本人に配達と。で、基本型は、窓口受け取りのみ可能ということなので、基本型っていうふうに出した場合には、郵便配達に対する私たち配達員の方は、一切取り扱うことがないので、基本型っていうのは配達で見たことがありません。一度も見たことありません。なんて配達に出回りませんからね。必ず窓口受け取りになるんで。それに対して、まあね、特例型っていうのは取るやつはね、あります。まあ、特例型だったらね、そこまでね、気を張るっていうのもおかしい話なんですけど、あれもないんですけど、まあ、身分証とか確認してね、本人って確認できたらお渡ししますってだけなんでね、いいんですけどね。で、配達前に配達局から、まあ、通知書が送付されるんですよね。で、窓口受け取りか、本人に配達しますよということで。で、窓口で受け取りする場合も、身分証とかを持ってこやんとかいけなかったりとか、まあ、いろいろあります。で、受け取り時には、要身分証です。で、いうことなんで、身分証は必ず用意しておいてくださいね。いや、俺が本人やからって言ったところでね、それをちゃんと証明できるものを持ってないと、窓口にわざわざ行ってもね、受け取れませんのでねっていうのと、で、ここから大事なんですよ。特典型の場合ね、特典型の場合には、ここに書いてあります。先っていう字ね、先っていう字と、この先っていう字、上が台になってるか、立つっていう字になってるかね、痛い字ってあるじゃないですか。この違いだけでも、配達できません。身分証を見たときに、先の字がこれ間違っとったら、あ、すいません。はい、配達 NG です。ってなるんです。ですから、たかっていう字がね、口になってるか、はしごになってるかとか、それが、違っとってもダメなの。これ、ほんと正式な、それやらないといけないというふうになっとって、非常にここが取り扱いが難しくて、サインをね、ふっと、ね、
さっきね、本来は立つの字の先の人がふと大の字でシュッて書いてしまったら、もう大パニックになっちゃうんです、うん、その控えれませんよ、本当に郵便局に大変なことになります、うん、でまあ間違っとるやないかね、どうするんやって言ってね、いやいやいや、ちょっと書き間違えただけってね、本人はね、多分ね、そんなね、あんまり気にせずに、ね、そういうふうにね、特に旧字体とね、今のね字体とね、分ける場合とか、斎藤さんとかっていう字とかね、うん、の際の字とかね、の場合ね、そこまでね気にしない方もいるかもしれませんけど、これね非常にあたと思いますっていうのがあります。で、特典型っていうのは本当にね非常にシビアでね、でここに書いてあるかな、差し出し方法が書いてあるかね、まあこういうふうにいろいろとありますよ。まあ本人限定と書いてとか、基本型はそれだけで、特例型の場合は括弧特例型って書いて、特例型の場合は特典もしくは特典型って書くと。で、大事なのがこれ、黒字で転送不要と明記し、あらかじめ、郵便局から交付された追跡番号を印字して使うっていうのが、特典型の、ルールです。もうですので、そういった、もともとそういった免許みたいな感じですけど、を取ってないと特典型っていうのは出せませんよっていうのがあります。こういうのがあるんです。で、どういうのに使われるかって言ったら、よく、多分一番オーソドックスに見かけるのは、クレジットカードの。クレジットカードのカードが届くときとかね、にはこれよく使われるイメージがありますね、私の中では。とか、そういったような、重要なね、で、多分クレジットカードでも、私がね、持ってるクレジットカードの時には本人限定じゃなかったんで、多分、結構重要な、クレジットカードになってくるような場合には、これが使われるのかなって、いうことがあります。で、これ、本当にね、実際にあった事例としてね、はですね、これ身分証をね、番号を控えないといけないんですけど、ある人がね、6って書いてあるのを、8って書いてあるのを6って書いちゃったんだな、確か、うん、っていうのがあって、その番号が1つ8と6が違っとっただけで、大トラブルになったっていうことがあります。まあなんかそれでデータ照合がちゃんと合わないと、クレジットカードが止まってしまうらしくて、それがね、非常にちょっとね、具体的には、どこで止まったかは言いませんけど、非常にまずいタイミングでそれが止まってしまって、とんでもない被害が出てしまったことがありますね。そのお客様にね、被害が出てしまったというようなことがありました。ですので、非常に郵便局にこれの取り扱いって、すんごい神経使うんです。さっき言ったように、ちょっとの感じの違いだけでも本当にダメですし、ね。で、そういった、その身分証の確認とかも非常にシビアなんで、はいはいはいってね、あと保険証の時は非常に大変です。書く保険証の番号を間違えたりとかね、保険証っていくつか番号が書いてあるんで、たまにね、いるんですよ。書く番号ね、それじゃないっていう番号を書いてしまうね、方がいてね、そうするとまた大混乱になるっていう。ようなのが、この本人限定というやつなんで、これは本当にね、あるとね、へこみます。へこみます。まあ、そういうようなやつですね。まあ、他にもね、別にクレジットカードじゃなくても、他にもいろいろ重要なやつとかね、バーッと届いたりとかするときに、使われることがあるんで、特にこの本人限定の特典型っていうのはね、あんまり大きな声言えませんけど、できれば皆さん郵便局に届けに来てほしいなっていうのが配達員の本音かもしれません。一応そういうような感じだということですね。で、本人限定受け取りの場合はね、これ不在表を切るときもすっげえ大変なんですよ。本人限定受け取りの場合は普通の不在表を丸つって我々は呼ぶんですけど、これがね、切れなくてですね、いろいろとまた特殊なことをしたやつでね、こういろいろとね、処理をしてね、トンって入れないといけないとかで、非常にね、厄介なんでね、本当にね、そういうのがあります。まあ一応本人限定受け取りっていうのはこういうことです。とにかく本人しか受け取れません。いうことです。この代理を使うっていうのも、もう私もさすがに代理を使った例っていうのは、取り扱ったことないですね。
それも差し出し人さんがあれって決めてないといけないんで、まあ何かしら例えば後見人とか、まあね、どうしても本人が、いろんなね事情でね、どうしても絶対にその本人が受け取ることが物理的に不可能であるとか、そういうような場合とかに多分使われるんだと思うんですけど、まあさすがにそこまでのケースには出会ったことがありませんね。まあ一応こういうのがありますよということで、本人限定受け取りはこれぐらいでね締めたいと思います。ね、いうことですね。どうもご視聴ありがとうございました。